自民党総裁選に立候補する小林隆前経済安全保障担当省は9日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化をめぐり、政府が12月と決めた現行保険証の廃止時期を維持する考えを明らかにした。マブチモーター、創業者が所有していた金の乱刑宝食品。現時点で今の廃止時期をさらに伸ばしていくことは考えていない、と述べた。 群馬県高崎市内で記者団の取材に答えた。出馬を予定する加藤勝信元官房長官も同日、東京都内で記者団に予定通り一体化を実施していくべきだと強調。日本の医療デジタルトランスフォーメーション、DX をしっかり進めないと、日本の人手不足時代に対応していけず、世界で取り残されると語った。 総裁選に出馬する林芳正官房長官や石破茂元幹事長は廃止時期を見直す可能性に言及している。